はい、今日はヒロヤと、メッセージのやり取りをして、まあ、俺が MMA の練習をしてたらヒロヤが俺の方が教えてくれたから言うて、はい、そうです、うん、教えてくれると言うて言ったんですけど、言ってくれたんですけど、ちょっと俺実は寝起きで11時に起きたよ。うん、俺いつも練習夕方からするから。ああ、そう。ちょっと寝起きでこれができんから対談しようか。嘘やろマジで。いやいや、まあまあちょっと一回、まあ、ウォーミングアップで喋ってみてから考えよう。ちょっとそのまま。ああ、それはいいな。ああ、そうしよう。ええやん。ヒロヤがなんか何回か DM くれておったねんな。そうか。で、2回ぐらい連続でくれたよ。そう、送った。いや、もう絶対俺が教えた方がええやんとか。あ、マジで、うん、まあやっぱヒロヤ歴長いしな。まあ、そうや、これ言いたかったね。格闘技デビューぐらいの時に俺が結構そのジャブとかワンツー結構パンチ系教えてたよ。確かに、めっちゃ教えてくれた。だからちょっと恩返ししようかなそう、そろそろ恩返し俺もできるんちゃうかなそう、俺は MMA やること決まったし、ちょうどこの前、大晦日の時に俺が第1試合でヒロヤが第2試合で、俺、試合行く前にヒロヤが青コーナーとしてた。俺が、俺絶対勝ってくるからっつって見とけ、一瞬で勝つからなって俺絶対ちょ準備しとけよそれで行ってくるからな言って行って、うん、一応ね、ちょっと決められたもんだ。そっからちょっと悔しくて顔合わせられなくて、やってもな。まあヒロヤ、公開の経営をして下馬評では負けると思ってん。そうやな、うん、シュートの2回級チャンピオン、うん、そのまあ、新井城選手ハイキックでまあ、KO 勝ちして、やばいな、めちゃめちゃすごいなと思って。まあ、ヒロヤのことは、ね、東京行って頑張っててかっこいいなと思ったけど、心の底から初めてかっこいいと思った選手として。マジでリスペクトした。俺ちょっと恥ずいよ。これ本物の話、本物の話で、マジで心の底からヒロヤのことを格闘家として初めてめちゃめちゃかっこいいなと思ったし。へえ、朝倉海さんと同じぐらいかっこいいなと。ヒロヤ、ああ、でも海さんもすごかったな。いや、すごい、正直すごいなって、めちゃくちゃ尊敬してる。で、そんなヒロヤから、DM もらって、まあ、俺今も尊敬してる選手だから、 MMA ファイターとして、だから、教えてもらえるなと思って嬉しいよ。ぜひ、うん、ルキアの試合見て、あ、これはこうやな、もう明確に教えれるから、俺は言い切れる。マジ、うん、自信があったから連絡したし、うん、そのアメリカ俺明日行くから。そうやんな、明日からアメリカ行くのに今日日作ってくれて3ヶ月間らしいから。そう、でもその前にほんまにルキアにはなんかめっちゃ頑張ってほしいなって俺あの試合でめっちゃ思ったし、ルキアがほんまに悔しそう、まあ、控え室会いに来てくれたやん。そうや、あの時にめちゃくちゃほんまに見たことないぐらい悔しそうだって。やっぱそういうのを挑戦 したのに、やっぱああいう顔、まあ、悔しい顔とかほんまに、まあ、見てもうマジで教えたいなと思ったし、インスタとかストーリーで上げとう動画とか見て、なんか俺やったらもうちょっと、まあ、まあそのちょっとストーリーやからさ、うん、まあ、SNS 向けの動画でもあるけど、うん、ちょっとなんか俺が教えれるところ、俺は絶対分かりやすく教えれるから、うん、自信があるから、うん、俺が持っとる部分ではだから、そこはちょっと今日マジで教えたいなみたいな、うん、あって、ちょっともうアメリカ行く前にとりあえずどっか時間作って、もしルキアが変やったらちょっと教えたい。いや、嬉しい話だな。そうだな、言ってくれてたのに今日は対談でダメかもかね俺の方ではもうリアネキッドチョークなんかしまくってみた動画にしようかな。俺いいよ、めちゃくちゃ先輩は思てへんよ。平井君的に、はい、MMA ファイターとしてのアンプルケアってどうですか？いや、めちゃくちゃ魅力しかないです。だからなんかあれでいいんですよね。あ、だそれが現実だと思うし、こっからのストーリーがめちゃくちゃ楽しみじゃないですか。もしかしたら勝つんじゃないかって最初の1分2分って思ったし、みんな、うん、おもうめっちゃえんちゃんみたいな思って、やけどやっぱ寝たらそんなやっぱ甘くないかっていう、なんか大晦日の舞台でなんかそういうああいう負け方をしたっていうのにすごい意味があるんじゃないっていうふうには思うんですね。一番だってあれで勝っとったらな。いや、そうやねん、俺はそう、今そう、あ、俺余裕やんって思うと思う。そうやね、あれ勝ってたら俺多分めっちゃ上昇しなくて、うん、多分寝技の練習から逃げて、で次絶対に 100% 負けて、でその基礎を学ばずにいってるから年齢的にも多分めっちゃ損してるなと思って。めっちゃ時間かかるし、そこから直すってなったら組の部分ってもう我流じゃなくてもう大体もう決まっとるから。あ、そう、ストライカーでめちゃめちゃ強いやんか、うん、どちらかって言ったらグラップラーでめっちゃ強いやつに相性がいい。ルキアは意外とな、ほんまにそうや。うぜやん、ほんまだって嫌やろ、怖いやろ、怖いけど、怖いとか嫌やろ、こう来るん、うん、いや、でもそれでもやっぱ打撃できひん人って距離感が違うから、あ、分かってないから。なるほどね、KOめっちゃできる。はいはい、やけどちょこっと打撃できて組もちょっとできるやつに苦手、うん、打撃の人って、うん、え、じゃあもしあれが寝技完璧なグラップラーやったらルキアはあの一戦可能？いや、もう全然ひっくり返す可能性なんかもう余裕であるっすよ。逆にな、あ、相性みたいなもんあるんで、総合格闘技なんで、まあ今やったら勝てるけど、今やったら勝てれるみたいです。あ、ほらやろ、じゃあ頼むわ。おっす、体仕上がってるやろ。めっちゃ仕上がってます。何キロですか今？
76ぐらい。あ、体重か。いや俺体重増えへんね。だからフェザーは行きたいねんな。きつない。76やろ。体重は半端。フェザーはきついやろ。フェザーきついから。きついか。76やろ。ちょっと筋肉削りながらやってもいいかな。いやいや、そうやったらもうでかくしないと思うよ。俺最近そう思ってきてる。そうやな。なんか無理に減量したらよ、なイメージあるやん。それはある。いやし、最初の頃とかやっぱフィジカル結構大事だし、これで、まあでも大体これが良くない。これ、ほんまやったら、デコ押して、フィジカルで、それで、いっちゃう。これで、うーっと伸びる。あー、これな。うーっと伸びる。あー、やられたここに、これやられた。そう、これこうなるから、これ基本的になし、うん、そう、でも、結局、これガードしたら、パウンド打てるわけ。打てるな。動いたらパウンド打てへん。ガードしたら、これこうやって、うんうん、でも、動いた方に対して打つことって結構無理。こうやって。こう、動く。違う違う、力強ない。これで、もう。で、ルキアは、うん、まあ、こう、これで、まあ、ここが分かったよ、うん。俺のこととしては、これで、ブリッジは、ここに乗っとうから、まあ、難しい、うん。で、これどうするかって言ったら、あの、ここに乗せないけど、この右足を、寝返りするような感じで、うん、まず、こっちに。え、これやったで。俺これやったね、うん。一回回ってみてくれる。回ってしまって。で、ここでこういかれる。それは、ここでケツ上げたから、足入りやすくなる、うん。これで、まあ、こう振るわけ、こう、うん。まあ、まだ相手は多分キープすると。うん、そう。まあ、どうでもいい。一回、とりあえずずっとマウント取り続けて、俺、うん、逃げる。こうやって、うん、まずハーフです。ああ、もう足抜けた。そう。でも、もう動いて、うん、おお。だから、なんていうの、あんまりその頑張らなくていい、うん、コツさえつかめば、これ分かってくるから、まずは、これで、ここから一回寝返りを打つ。そう、で、これ横ぐらいじゃなくて、うん、こっち見る。そう、これ、うん、これで相手は、あ、こいつバック向くかって、はいはい、足入れようっつう、これでこうなっとるから、おうおう、足入れようっつう、うん、ここでルキアは膝を両手でこれで、ちょっとまだこれで肘ちょっと待って、この膝を押しながら足を挟んでこういう感じ、そうで、この時にこっち向いとったら、うん、いつまでたっても入らんから、うん、こっち向く、うん、こっち向いてこうずらす、俺をこっちにやるか、もしもそれで力強いなと思ったらルキアがこっちに行く、ルキアがこっちにずれる、あ、結果、俺がこっちに行ってことになる、はいはい、あ、ここにおったら、うん、ずっと俺の方が強いけど、うん、ルキアがこっちに行く、そうそうそう、で、そこでワッサーして左手で、そうで、右手肘で、斜め後ろにこう置いていく、腰を回す、あ、ここに腰、これで、こうなってて、まずこっちに持ってくる、ここに入る、また、で、相手バックの準備するから絶対ここで手入れてったら、うん、これがラッキー、うん、ラッキー、これ別に背中取られてないし、うん、次この後俺あっち向くから、はいはいはい、でもあっち向くけどこの人が力で取ったらこっちに行かへんわけ、あっちに行かへん、その時は自分がこっちに行かへん、自分がこっちにずれる、はい、結局この人が右に行ったの、うん、ここまで来ます、で、この右足かかっとったやつ、これ左に変える、なぜかといったら、立つ準備しないといけないから、こっちかけとったら、そうなの、ああ、邪魔になるな、そう、でもこっちかけとったら、スタンドに変える、はいはいはい、で、ここで相手の方向いて、うん、こうちょっとバンザイする、うん、で、自分の下に潜りながら、この右肘をつけて、こう、おこの時点で大体分かるやつは、この腕を巻いてくる、はいはいはい、ここ、そう、こうやって、うん、こうやってなってくるけど、ここでグーンと押すんじゃなくて自分が後ろに行く、はいはい、こっちこっちに行けば移動すること、なるほど、ボールみたいな中におるからここから抜けられれば強い、まずは位置で90度以上こっち向いて、そうで、ここまで行ったら両手でこういう風にこっち向いて、ここまで行ったら相手の膝を右膝をここでこうやって押す、押しながら自分がこっち、はい、こう、そう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 、で、まだダメ、
今さっきここで相手の上に乗ろうとしたの、うん、これが返されるから、うん、これで上の追いかぶさっとくから、うん、こっちで膝を打つ、うん、で横ずれる、うん、でここでここで上に動くとしたらこっちの方が強いわけ。これで投げようとして、うん、そうこうやってなる、うん、こうやって、うん、だからここで戦うの、うん、ここで戦うんじゃなくてここで投げようとしてな、こっち横にずれたら、うん、そうこの人が投げれるとこの中やから、ここで頑張ってたとしたらバチッてやられるけど、もう待ってくれたと横に、で腰を持つ、次はここから、うん、ここまでいけたらいい、うん、バランスを崩す、なるほど、強制でこうバンッと着地した時切れそうやったけど最後取られたから、はい、あれは後ろに行けた、頑張って前に押した。それが入っていきますよ。あ、後ろに手を当たる。そう。ああ、耐えたの。そう。ここでタップ来て。これでグッて近づくと身体になるから、これ。確かに。そう、楽だろ。でもこうやってタップ来て。近づいて、これで後ろに。あ、自分が潰れない。そうそう。それに乗って、相手の力強いところでは戦うって、横に行く。なるほどな。後ろに回ることが必ずしも悪いことじゃない。俺、後ろに回ったらあかんのかな、こういう例えば、どんな状況であれ、相手に後ろに乗るやんか。だから、その首とかがさ、怖くてさ、やっぱ。あー、全然いい。てか、それやらな、相手から逃げる。全部使わな、使った方がいい。なるほど。だから、多分ブリッジしかなかったよ。あ、そう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 。あれ、バック見せるふりして、こう、バックを来た瞬間に、こうやって、向く。うん、初めて見たわ。見極めちゃくちゃよかったな、マジで。あ、ここや。ここな。しっかりええのだ。ちょっと待って。待って。うわ、なるほどな。うわ、さっきぐらい言った通りや。言ったの分かるやろ。分かるわ。今は分かるやろ。ここ、キーだよな。これ、もう当たってんやん。うん。はい、実は。うわぁ。ほんまや、めっちゃ頑張ってしまってるな、力で。そう。頑張っても、切れるわけじゃないから。これや。ここで。今な、最初、ここ、膝入れたな。そう、あれ、こういう風に一つやった。そうそうそう。てか、まず左足を地面につけるべき。左足地面につける、うん、浮いとうから。ここまで後ろをクラスされたら、この場合はここ持つんじゃなくて相手の肘と肘を持つ、こうやって、うん、この場合とかは左手を力入れて右足をこっちに回していける。あ、これをこうすれば、あうわもう全然いけるね。そう、うわめっちゃわかるわ今やろ。これだけで全然変わるから。だから俺めっちゃ無駄なところで頑張ってるな。そうそうそう。だからルキアはマジであの頭もないし、 MMA はすぐ強くなると思う。理屈の方が大事、テクニック。そうそうそう、こっちの方が大事だし、ここで足変えてからこっちに行けばいい、一番大事なの。そう、相手のマウントコロとか D ポジションに行こうっていうのが思考が、相手も言ったら密着できるから。これこの形で両足タックルで、そうで膝裏膝裏さって、そうで、まあクラッチショットもいい。クラッチショットめっちゃ強いから、ケツの下でクラッチショット大体いけるから。でこれはこっちに絶対に、上はちょっと乗っとこうと、腰も横向いて、でこの人のタイミングに合わせてフラフープする。あーすげえ。絶対こうで、こんな感じいつもです。横向いてこう、今の時はこうやってやったら、こうやってこの形で、ルキアのこれほら、もっと絶対して、そう、これが遠いけど遠いほど美味しいんだよね。近かったら楽やん。で、ちょっと広げて、で、横向くんやけど、そう、上半身をこっちをこう、俺に体重乗せて、そうそうそう、あ、丸くなってた、そうそうそう。いや、でも、時間めっちゃ楽やん。次、勝たんと思ったの、これ勝たんかったらもうやばいんじゃん。あそう思うよりは、何もでも挑戦するスタイルの方が、ルキアは終わっとうと。ああ、まさやな。うん。で、そっちの方が伸びる。うん。なんかめっちゃ長いこと練習してきましたで、ね、練習できなかったらどうしよう。硬くなると思う。確かに確かに。いや、俺強くなるルキアめっちゃ知らない正直、MMA で。めっちゃ強くなると思う。え、マジやんな。うん。いや、でもほんまに絶対強くなる。え、シロアメリカ行ってさ、うん、USC でも見出すの、そういう、うん、そういうわけで。あ、でも、その、でも USC の人らとしっかりやってきて、うん、感じたいと。確かに見えるものがあるのか。そう、新しく、そう、自分がそこまで通用するなと思ったら、うん、まあ、めっちゃ強くなると思うし、うんうんうん、それはそれで、あ、やっぱ全然違うなと思ったら、日本帰ってからももっとやろうと、うん、こういう風にやろうとか、うん、
かその人の感覚をまねできる、うん、やっぱなんか見てないとなんか分かる、分かる、幻想っぽくなってまうの、うん、まあでもそのベルトは巻きたいなって感じで、フライ、そうフライ57、57かな、普段何グラム、普段は今65とか、結構減量するな、でも、これからラスベガス行ってもっと体つくるから、もうちょっと上げる、でもまあそうやな、まずは、まあ、ベルトをめっちゃ出してたな、うん、フライついてる人はタッキーも、ポリポリスさんがあったあれマンタン、ああそうかそうかそうか、あそうか階級変えたんだ、そう、ああすっごいよ、ポリスさんこっちや、どの階級でしょ、取りに行くやん、もしそのパウンドフォーパウンドで決めたらポリスさんやろうな、そうやんな、日本人で一番余裕で強いやん、そうやろうな、ちょっと違うやん、確かに、練習環境は平井君的になんかおすすめとかあったりしてるんですか、たまにレベルコ行くぐらいでテクニックとかをやっていった方がいいと思う、最初いっぱいスパーリングやって強くなるかって言われたら心理が理解できておったらいいけど、うん、できてなかったら変な癖つくだけで、うん、別にやる必要ないから、うん、だからその心理も考えながらやっていったら別にスパーリングその必要ないから、うん、でもテクニックはかなり大事だと思う、そのテクニックっていうのはやっぱりディフェンス、ああディフェンス、それレスリングとかと全然違う、でもレスリングは俺やった方がいいと思う、あ、うん、あの感覚を覚えるから、うん、ポンここそれはその感覚がまだないやん、あないな、だからそれは結構回数やらなくて絶対覚えへんから、まあ、レスリングと壁レスのテクニックかな、うん、壁はテクニックだから結局、ああ壁ってあのそうそう、ヒジは、うん、そう壁をどんだけうまく使えるかやから、うん、それがうまくなるとやっぱロープの使い方も頭の中に入ってるし、ロープやったらこういう風になるから、ね、全然違うので、そのすぐには強くないんけど、まあでも打球ができるから、まあ、さ試合とかできるから確かに、ひらきありがとう、教えてくれて、全然言い返すのは何も、ね、何もあの重いことを言い返すのは今日お出てもらったことを、うん、あの繰り返して次試合勝つようにちょっと頑張るわ、めっちゃ朝なめっちゃ朝な俺めっちゃ頑張って教えたけど、とりあえず次勝つわぐらいしか言われへんまだね、はい、じゃそんな感じでちょっとひろやに大晦日だったひろやに今日練習を教えてもらって、個人チャンネルも開設したいな、はい、そうなんです、そちらの方あの概要欄に貼ってるんで、皆さんぜひひろやの今イケイケ絶好調でひろやの登録お願いします、お願いします、俺らのひろやの方のコラボでは、俺にリアネイキッドチョークを決めまくるらしいんで、はい、ルビアにリアネイキッドチョーク永遠に決めまくる、リアネイキッドチョーク どういう反応するのか見てみた、言いにくいよな、なんかリアネイキッドチョーク、ようなんかそれ出てくるんだよ、いやしかもそれで負けたし、最初から最後までルキアびっくりするわ、俺もうびっくりした、俺負けた時に最後おやばい首絞められて負けたなと思ってたら、ツイッターこうやって慣れてるからないじゃん、リアネイキッド勝負に行こう思って、え、これみたいなこれやったら知らんかったよ、知らんのこれやったみたいな、そうだからバック勝負って言わへんかったから、お、結構詳しいなと思って、リアネイキッド勝負って言ったから、うん、知らんかった、知らんかった、まあ次は決めるように頑張るんで、次回のフォローを見てください、お願いします、はい、アンブルケアチームの、格闘技活動や YouTube 活動を応援してくださるスポンサー様を募集しております、興味のある方は概要欄の方にメールアドレスが記載されてますので、そちらからご連絡いただけると嬉しいです、よろしくお願いします、お願いします。